どうも、テルエモンです。今日なんですけども、海水パンツを、作ってみ、たいと思います。ちょっとね、ちょっと先ほどざっくりとちょっと、この機能使えばできるかなと思って、まあ夏にもなりました。暑くなってきましたので、ちょっとなんとなく息抜きちょっと作ってみました。まあ、ちょっと細い感じですけど、こんな感じでちょっと来たので、こちらの作り方ちょっとご紹介していきたいと思います。じゃ新規ですね。で、こちらホームで作ってまして、で、パイプを使っていくんですが、まずはスケッチでラインを書いていきます。この線分でですね、まずまっすぐ1本と、あとはこちら股になるこう分かれ目のところを、作っていきます。で今回こうミラーで反対側も同じようにこんな感じですかね。ちょっと一旦こんな感じでいいかな。じゃあスケッチを終了して、これに対してパイプの機能を使ってこちらとこちらとこちらですね。でスムーズ表示ですね。ちょっとこうだいぶ今小さめですね。ちょっと作っていってます。この辺ちょっとあまりぐしゃってなると嫌なので、一回30くらいでいきますか。はい。で、対象機能でこちらとこちらは対象にしていきましょう。あと、こちらもですね。はい。で、対象機能つけまして、あとホーム編集機能などを使って、まあ、線とか点とかですね。こう動かしていって、さっきちょっと作っていきました。ざーっと。で、こちらもエッジダブルクリックして、こう回転とかさせてですね。こんな感じで、なんとなくでこう、やっていったっていうのが、先ほどの海水パンツに当たります。ですね、ここの部分をこう広げて、こんな感じかな。ざーっとこう広げていって、こんな感じですかね。で、ダブルクリックなどして、こっちに広げていったり、そしてちょっとまあ作っていたような感じですかね。よいしょ。まあこんな感じですかね。で、まあ作っていたんですね。これでざっくりとこう、作っていくことができます。で、気になる方はオルト1などを押して、ボックス表示にしてあげて、まあ、この辺ちょっとまっすぐ揃えてみるなり。してあげたりとか。はい。よいしょ。なんか私さっきの方が好きだ。よいしょ。オルトさらにまた戻してますけども。よいしょ。ちょっとぐしゃっとしてたぐらいの方がちょっと、海水パンツ見えますよね。で、ちょっとさっきの見せみましょうか。こんな感じですよね。はい。よいしょ。まあ、こんな感じでちょっと作った感じですね。あと、細かいところはこう、また選択して、線とか位置とかをこう、クリックしてですね、直していけばいいかなと思います。はい。これ、フォーム終了してみます。で、レンダリングで、ちょっとしわるぐらいの、そうですね、くしゃっとなってるぐらいのね、こんな感じで色つけたと。これでパブリックとかかな、さっきしたのかな。で、この辺で、ちょっと調整したりとかできますんで、こんな感じですよね。よいしょ。はい。で、こちらの体の部分、足とかですね。実はこんな感じで出来上がってます。このパイプの機能を使って作った形ですね。なんかあった方が分かりやすいかなと思いまして。こちらもやっていきますか。まあ、これもホームのパイプ機能ですね。ちょっと使って作りました。まあ、ざっくり。ですね。こんな感じで。で、こちらミラーで、
テゴ作りまして、こんなもんでいいかな。こうかな。ちょっとこんな感じで。ちょっとずれたかな。まあいいか。はい。で、パイプでこちらとこちら。で、こうですね。少し太めにしまして、50だったかな。45ぐらい。もう40ぐらいでいいか。じゃあこんな感じにして、じゃあこれも対象つけておきましょう。こちらとこちらで。はい。で、あとは修正機能で、まあ、先ほど同様にですね、こう、まあ、この中はあんまり関係ないんですけれども、ちょっとこれ内側かな。よいしょ。で、これちょっと全体的にこうか。こう回転とかしてあげて、ちょっとここあんまりはみ出てると外入れてあげましょうか。はい。でこの辺もいいよいしょ。はみ出てないか。よいしょ。よいしょと。こちらも下でも少しこんな感じですかね。よいしょ。はい。で、レンダリングを来て、まあ、この部分だけこう拡大してあげて、で、ここを色を、なんだったかな、最初黄色とかにしようかな、黄色とかに一回して、ここもちょっと色を、こんな感じかな。で、調整してあげて、こんな感じでちょっと作った感じですかね。はい。パイプの機能を使ったんですけど、ポイントとしてはスケッチでこう、分、こう分かれですね。まあ、Y の字みたいなのを作りまして、そこにパイプで一回形を作って、そこはちょっと修正していくと。まあ、こういうふうに、こう、作りやすいんじゃないかなと思って、今回ちょっと作ってみましたが、いかがでしたでしょうか。今回これ厚みつけてないですが、もちろんですね、デザインの方で、ここで厚み付けもできますし、あとフォーム上ですね、フォーム上でも、厚みつけれますので、一つは厚みをつけてもらうこともできますね。あともっと凝りたい方は、こう、紐みたいなのここにつけたりとかですね、しなくとよりリアルになってくるかなと思いますけども、まあ、今回ですね、こんな感じでざっくりと作れますよっていうのでご紹介になりますので、今回動画はこれで以上にしたいと思います。はい。ぜひですね、いろいろ、参考にですね、ここから先をですね、私ここまでしか使えないですけど、ここから先もいろいろ作りたい方、ちょっと作ってみてはどうかなと思います。はい。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。